高橋さん、お疲れ様です。 お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は今日ね、はい、YouTube 最初に、はい、実はね、始めた頃からやりたかった企画があって、はい、達人会っていうのをやりたいなと思って。ほう、達人会。はい、ヨーヨーってその結構ジャンルが多い、細分化されてるじゃないですか。今細かいですよね。そうそうそう、はい、でまあジャンルとは別にその 1A で言っても、うん、例えばホリゾンタルとか、はいはいはい、ツーサイドとか、はい、いろいろこうそれが得意な達人みたいなのがいると思うんですよ。あ、技のカテゴリーごとというかね。そう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 、はい、っていう方をお招きして、はい、学んでいく会をやりたかったなと思って。あ、高津さんが教わる。そう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 、はあはあはあ、でずっとねこれ温めてた企画なんですけど、うん、なんで温めてたかっていうと、はい、実はね最初に呼びたい方が決まってて。あ、なるほど。そうで今回、ね、やっとねその方とのスケジュール調整がついたちゃんと。そう、はあ、なるほど。ということでモダンレスポンシブっていうのをちょっとやっていこうかな。高津さんのこれから知見も深めていくという、ね、そう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 、意味でもね。そうで、うん、まあ言ってもそのモダンレスポンシブ僕も、うん、なんて言うんだろう、止めてトラピーズするとか、うん、その程度しかできないんで、うんうんうん、皆さんもね見てる皆さんも一緒にちょっとやっていくような感じで、はい、習得できたらなと。ハウツー的な部分。そう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 、はい、ということでねモダンレスポンシブ達人会やっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ね、はい、じゃあモダンレスポンシブ、達人会やっていこうと思うんですけどね、はい、ゲストの方がいらっしゃったので紹介いたします。はい、ではモッチーです。はい、ね、パチパチパチ。いや、お疲れ様です。はるばるありがとうございます。この達人会をやるって最初に僕決めてて、はいはいはい、で結構去年の本当4月とか5月ぐらいにやりたいなと思ってたんですけど、はいはい、だけど第1回は絶対モッチーだろうってもうこれ以外ないと思ってたんですよ、マジで。マジですか。マジで。そう、いろいろホリゾンタルのエキスパート呼んでとか、うん、いっぱいありますよね。だけど、そうそうそう、特化の人とか、そう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 、だけど絶対モッチーだなって、なんか達人感がものすごい出てる信頼できる達人ですね。そう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 。いや、ほんとでもすごいっすよね、うん、モッチーのやるプレイ見たことない人がモッチーのモダンレスポンシブ見たらモダンレスポンシブの概念が変わるっていうぐらい。あ、モダンレスポンシブってかっこいいんだな。そう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 暇つぶしじゃないよねみたいな。そうですか、はい、突き詰めていく面白いところがちゃんとあるジャンルなんだな。そう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 、分かる感じですよね。海外も含めたあのモダンレスポンシブ界隈の、うん、だいぶ上の方の技術に達してるプレイヤーなんですね、モダンレスポンシブ。名前を挙げたら彼の名が、まあ、まあそうですね。そうそう、出てくるぐらいの。コレクター界のこの間のシモンさんとかじゃないけど、そういうレベルのプレイヤーの方なんで、うん、はい、でちなみにモダンレスポンシブっていうそのくくりってどういうものなんですか。その僕の認識だと固定軸のヨーヨーを使って、はい、ヨーヨーが戻ってきて止まった状態でマウントするみたいな考えなんですけど。あ、はい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 、はい、それも一部ですね、うんうん、モダンレスポンシブっていう大きい括りの一部の中で、基本的にはもうまだまだあの生まれたばっかりの、積極的にやり始めたのが2011年12年ぐらいからやっと、はいはいはい、あの技の開発とかがあちこちで始まって、で、まあ、僕もそのぐらいから始めたんですけれども、うんうんうん、基本的にはもう名前の通りモダンレスポンシブなんで今っぽい引き戻しなんですよ。うん、なるほどなるほど。なんでまず引き戻しの用意を使ってれば何でも OK です。あ、そうなんだ。へえ、あの固定軸ではない。ではない。断らなくていい。ペインが入ってても OK です。あ、そういうことね。で、なおかつ、うんうん、あの 1A に、うん、あの分類しきらない、うんうん、1A じゃないトリックっていう風なんで、うんうん、ぶっちゃけ何やっても大丈夫です。なるほど、なるほど。で、特に縛りはない。そうですね。なるほどね。例えば、うん、こう、逃げちゃってもいいです。おお。これよく見るやつですね。なるほどなるほど。握って止めちゃってもいいですし、うん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 、もちろんこうやって回ってるのを止めてもいいですし、止めた状態からスタートしてもいいんですよ。すげえ。もうすでにかっこいい。ワインダーを技として見なしてもいいんです。なるほどね。
なるほどね、なるほど、ヨーヨーが戻ってくるっていう性質を利用してトリックを行う、うん、っていうのがモダンレスポンシブの大きなこう、うん、くくりっていうことですか。ああ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、はい、なるほど。モダンレスポンシブが最初こう出だしたのって僕の記憶だとドリューとかがやりだしたくらい、ね、ドリューとかエドとかあたりが多分そうですね。フィックスアクセルフライデーとか、はいはいはい、あとあのちょうど今2月なんですけど、フィックスアクセルフェブラリー、それだ、そうだっていうので、うん、まあコテージで遊ぼうよっていうのは、はいはいはい、まあ大きなきっかけだったんです、ね。あそこで結構ね、バタフライみんな買って、はい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 、でみんなやってっていうのがあって、でモッチーはそこからずーっとずーっと固定軸というかモダンアクセルを突き詰めてったっていう。そうですね、まあ突き詰めてるでしょう、マジ突き詰めてるでしょう、はい、まあどのぐらい突き詰めてるかっていうのをちょっとね、うん、モッチーにじゃあ模範演技っていうか、ね、まず見せてもらう、めちゃくちゃかっこいいはずなんで、はい、ということでね、じゃあモッチーのね、はい、模範演技ちょっとやってもらいましょう。やってもらいましょう。模範演技よろしくお願いします。はい、うん、すごい。こっちかって感じ。超かっこいいっすね。やば、こんなできるんですね、モダンレスポンシブ。そうですね、すごいわ。すごい、ちょっと感動しました。息を飲みました。技としてもね、なんかこうバインドとは違う、そう毛色の技がちゃんとあるんで、すごいっすね。いや、ほんとなんかやってる最中に、うん、その YouTube なんで結構、うん、わーとかってね、うん、言わないといけないんだけど、飲んじゃいましたもん。そう、なんか盛り上げなきゃいけない気持ちよりも技に見とれちゃってるというか、見入られてしまった。すごいな。モダンレスポンシブモッチーにちょっと教えてもらおうと思うんですけど、はい、モダンレスポンシブをじゃあやるにあたってどういったヨーヨーを使うのがいいんですかね。そうですね、まあ、まず当然ですけど、うんうんうん、引き戻しであること。あ、なるほどなるほど。ホイールズとバタフライとかなんて。バタフライですね。あ、バタフライの方がいいんですね。ホイールズですとちょっと重すぎる、うんうん、重いんだ。リジェネがあるんで。あ、なるほどなるほど、うん、ある程度こう軽やかに返しの時にちょっとしんどいんですね。なるほど、うんうん、そういうことっすね。どちらかというと軽めがいいかな。まあ例外も当然あるんですけど、うん、っていうことですね。そういうことっすね。やっぱ基本バタフライ幅が広かったりとか、どういった方が向いてる。幅に関しては、うん、普通のヨーヨーぐらいの幅、うん、なんでまあ40から45ぐらいまで、はい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 、そうですね。やっぱりそのぐらいしっかり幅があった方がやりやすいです。あ、そうなんだ、45ぐらいやっちゃっても別に、うん、大丈夫ですね。あ、なるほどなるほど。引き戻しができて、うんうんうん、かつ糸が拾いやすい、そういうことなんですね、多分ね。うん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 、トリックの延長線上でコントロールができるものっていうことで考えていい。そう、うん、なるほどね。形状はやっぱバタフライ形状。そうですね、バタフライ形状のさらにエッジというか、まあ、正確にはウォールが高い機種がいいですね。なるほど、ここの部分ですね。そうですね、はいはいはい、ここの部分ですね。うん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 、俗に言うフリーハンド形状っていうんですかね。はいはいはい、ああいうのもやっぱりやりやすいです。なるほど。ちなみにじゃあフリーハンドはどうなんですか。フリーハンド、そう、重いのと、うんうんうん、A サイズのベアリングがリジェネの時にちょっとバランス悪いんですよ。A サイズでも例えば、うんうん、50g 台までめちゃめちゃ軽くするとバランスいいんですよ。あ、なるほどね。もしフリーハンドやる場合は、うんうんうん、ナショナル大会、うん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 、なんかマーブルカラーのフリーハンドあったじゃないですか。
俺いっぱい持ってるやつだ。あれだけ軽いじゃないですか。めっちゃ軽い、61g ぐらい。で、キャップ外すと50ぐらい。あそこまで軽くなるとちょうどいいです。とにかくまず始めようって思った方は、一番買いやすいのはやっぱバタフライか、そうですね、それか、バタフライか、モッチなんか、お店やってるんですよね。そうですね。自分でそもそも作ったヨーヨーがあるんですよね。例えばこれの、ちなみにそのヨーヨーの名前はパイオニアっていう名前のやつですね。あ、パイオニア。これもそう？これもパイオニアですね。これも、あの、あまりの材料だったんで非売品からです、ね。なるほどね。はいはいはい。とりあえずじゃあ、モッチのお店でこれは買える。同じ形状で買えます。色は違うけど、うん、同じのが買える、まあ。バタフライとかお持ちの方はこれ使ってやるけど、もし新しく買おうと思ったらこれ買うのがおすすめなんじゃないですか。そうですね。そういうことですよね。今さっき使われてたのもじゃあこれなんですね。うん、そう、一緒です。あ、そういうことなの。模範演技で使われていたヨーヨーもそれ。はいはいはい。お店がモチヤでしたっけ。そうです、ね。モチヤっていうお店で買えるんで、はい、概要欄にリンク貼っておきますので。バタフライ買うか。でもこれがいいっすよね、多分ね。多分間違いないですね。それはもう達人が作ってるんだからね。そうだよ、達人が、ね、なかなかあの適したやつっていうのがないんですよね。ないっすよね、うんうん、そうっすよね、うん、いいのがあっても結構あの国外のいわゆるブティック系のやつので送料を足したら1万円超えちゃったみたいな。そうだよね、そのばっかりなんですよ、うん、これいくらですか、持ってる。これが、2500円です。おお、じゃあ、で、しかも国内だから送料もお手軽な感じで。じゃあ今日もこれ、僕これ使って教えてもらおうと思います。はい。はい。あ、いいですね。そういうことでね。はい、じゃあ早速ね、教えてもらえますか。じゃあ。はい、教えてもらいましょう。はい。はい、なんでそんな止まんの？すごい。いよいよ、もう殺す。乗せると、やっぱ成功率が。ちょっとやってみないですよ。クルタじゃん、これすごいですね。クルタでしょ、綺麗ね。さっき説明弾くだけでパンクマイクなんで、はい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 、すげえかっこいい。うわー、嬉しい。ありがとうございます。